はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ビーステッドマグラムードです。さあ本日なんですが、ビーステッド6月の8日にね、診断実装されるとマスターデュエルにいうお話がありましてですね、今日はですねビーステッドと相性がいいデッキレシピ付きで10個ほどご紹介をしていこうというふうに思っております。診断の情報が出て、まあちょっとまだあのカード全然判明してないけど、結構一人回しゴリゴリして、まあこういうデッキだったら強そうだなと、思うデッキがね見つかりましたので、10個ほどね今日は、まとめてご紹介していきたいというふうに思っております。早速いきましょう。まずはですね、ラクインビーステッドデッキですね。これはねちょっとどこまでくるか分かんないんですよね。クイムとかルルワリリスとかまだ来ないと思ってて、なんでもうちょっと予想でしかないんですけど、カルテシアとグランギニューラー来ることが決定してるんですよ。だからまあこんな感じのデッキレシピで最初とりあえず作ってみたんですけど、楽園はね何がね相性がいいかっていうとね、とにかくね楽園融合なんですよね。とにかく楽園融合脳してぶち込めみたいな話あるんですよ、あのビーステッドデッキって。まあルメリオンがね光属性なので、普通に楽園融合で落とすことができるんですけど、これ蘇生条件が、手札墓地から特殊召喚ができる条件が、レベル6以上のドラゴン族闇属性モンスターをリリースすると、出せると。で、楽園魔法トラップカードをさ、置いたりできるんですけど、楽園融合って、ルベリオンを墓地に送りながら、その、ルベリオンの蘇生のためのドラゴン族闇属性を用意できるんですよ。これね、これ。これ用意できると。まあ、もうとても相性がいいです。はい。マジで。で、ルベリオン、でアルビオン墓地送って、アルビオンのその墓地を送られた場合の効果も発動できるし、で融合モンスターが墓地送られてるから、あの帰ってくるモンスターが死ぬほどいますしね。でこれで一応今回多分グランギニューラが来るっていうことはカルテシアが来ると思うんですけど、まあこれも判明してるわけじゃないけど、まあ多分来ると思うんですけど、このカルテシアがね、まあそのフリーチェーンでメインフェーズ中だったらフリーチェーンで融合できるっていう効果あるんですけど、カルテシアプラス光オア闇属性で作れるグランギニューラっていうモンスターがいるんですよ。これね、こいつがね、またね、クソ強い愚かな埋葬効果があって、デッキからエクストラデッキからレベル6以上の光以下闇を落とせるという効果があるんですよ。融合召喚に成功したら。これでね、落とすモンスター工夫すると、楽園をサーチしたり、楽園系の魔法トラップで触ったりできるんですよね。これ、例えば、ハンドが、カルテシアプラスサロニールとかだった場合ね、カルテシアプラスサロニールイコール楽園をサーチになります。っていうか、まあ、楽園魔法トラップで何でもサーチできるんだけど、カルテシアプラスグランサロニールでグランギニョル出すと。で、グランギニョルで、クロゴリュを落とす。クロゴリュって、これね、クロゴリュ。これ落とすと。で、サロニールの効果がどういう効果かっていうと、サロニールもまた墓地落とす効果なんですよ。B セットか楽園魔法トラップを。で、これでなんか楽園融合を落とすじゃないですか。楽園魔法トラップ落とせるんで楽園融合を落とすと。で、クロゴリュで、楽園断罪とかね、落としてあげると、断罪が、墓地除外して、墓地の楽園魔法トラップカードを手札に加えることができるっていう効果あるから、イコールグランギニョルプラス、で、グランギニョル、サロニールカルテシアグランギニョルイコール楽園融合だったんですよね。で、ここからまた展開伸ばしたりとかできるんで、これね、めちゃくちゃ強いんですよね。だから、シナジーがすごい高い。で、エンドフェーズにめちゃくちゃ動けて、このテーマ。まあ、ミラージェイドとか、簡単に立つんでね。なんで、ミラージェイドの効果で墓地の送るモンスター、スプリンドにしてあげれば、スプリンドの効果で、スプリガンズ特殊召喚できるんで、スプリガンズキットを特殊召喚してね。エンドフェーズに楽に魔法トラップカードをサーチしてきて即座に打つみたいな。速攻魔法だから即座に打てるみたいなことができるんで、この赤の中にぶち込んで。で、まあ、また融合モンスターね。例えば、まあ、スタペリアとか、あの辺立ったりとか、あと、アルビオンが、墓地に、落ちるんでね。なんで、エンドフェーズに、楽園追放をセットしたり。で、相手のターンに超融合を打っていくみたいな動きもできるんで、これめちゃくちゃ強いですね。はい。これめちゃくちゃ楽しいと思います、そして。でね、唯一の弱点はね、魔法トラップ無効がすごい構えづらい。このデッキは。だからね、今ちょっとティアラメント対策とかで流行ってる、拮抗勝負とか、あの辺めちゃくちゃ効いちゃう、かなと。展開は結構強いし、メラジェイド、スタペリア、楽園追放とかそういう感じで構えられるはするんだけど、ちょっとね、暗いすぎんだよね、魔法トラップを。魔法トラップ向こうないから。そこがちょっと弱点な気はするけど、うん。まあちょっとこの辺はちょっと使ってみてから考えていこうかなというふうに思ってますね。はい。で、二つ目はですね、ドラゴンリングですね。これはね、まあ、かっこいいっていうのが一番その使いたい理由なんだけど、かっこいいじゃないですか、ドラゴンリンクって。バレルエンドドラゴンとなんかサベージみたいな盤面に結構なるんですけど、これ何がビーステッド相性がいいかっていうと、ビーステッドって展開札にもなるんですよね。これなんか
にこれで誘発なんか少なく見えるじゃないですか。うららと増字しかねえ、これ高校どうすんだみたいな。まあそもそもドラゴンリングが先行デッキであるんだけど、高校どうすんだみたいな話あるんですけど、ちゃんとビーステッドが誘発になってくれてるんですよね。光闇テーマであれば相手が、うん、まあ特に今でやるとティアラメンツとかね、あの辺であればビーステッドをあのかませることによって誘発になると、でしかも展開型にもなれるということで、これは非常に強い。まあマグラムートとドロイドブルームが制限なのかちょっと悔やまれるけどね。まあこれが、まあ、生きてたら相当強かったわこれ、うん、まあ一応生きてるのがサロニールマグナムーとドリドブルームの全部、まあ、バルデリック来るか分かんないけど、一応多分まあ5枚ないし、8枚だと思うんですよね。なんで、まあ、これを入れて誘発をかさましプラス展開札にもなる、これが素晴らしいところですね。はい、このデッキは、まあ、かなり、上振れ展開も狙えるんで、結構その最終盤面そのバレルエンドプラスサベージプラス天球みたいなあのムーブが可能になってると思います。はい、強いですこのテーマは。3つ目はね、ドラゴンメイドですね。これ好きな人結構多いんじゃないかなと思うし、ドラゴンメイド確かストラカったよな、これなんか持ってる人結構多いんじゃないかなと思うんだけど、あれストラカなかったっけ、ちょっとわかんない忘れてた。あのドラゴンメイドストラールが出しやすい、レベル5以上のドラゴン族モンスターっていうね融合召喚条件があるんで、B セットが融合スタイルになれるんです、そもそも。だから今までってドラゴンメイドってなんか上級モンスターいなくてなんかシュトラル出ねえなみたいな反動あったじゃないですか。それをなんかその誘発兼素材になれる、ビーステッドたちを、まあ、ぶち込むことによって結構融合スタイルにもなるし、なんか誘発にもなるみたいな、なんかその役割が2個ある非常に強力な、まあ、モンスターを、まあ、ぶち込むことができると。でね、楽融合ももちろん入れられるんですよ。楽融合のやっぱ弱点っていうのは融合モンスターしかエクストラデッキが特殊召喚できなくなっちゃうよっていう、まあ、その縛りなんですよね。この縛りも一応シュトラールがエースモンスターなんであんま関係ない。シュトラールが出ればまあ別に1回っていう、まあ、シュトラールプラスミラジェイドみたいな場面になるんでね。シュトラールミラジェイド、なんかそのルベリオンプラス罠みたいな場面に結構なったりするんで、割となんか3歩回ぐらいは割と立つかなと、ハンド的に、まあね、でしかもね、メイドとても人気なテーマなので、これなんかメイド使ってた人なんか戻ってきそうな気がするけどね。4つ目はね、やっぱサンダードラゴンだね。まあ、光闇除外イコールサンダードラゴンみたいな話あるんですけど、サンダードラゴンデッキはね、除外するのがサンダードラゴンにするのが一番やっぱ強いと思うんですよ。で、カオステリトリーとめちゃくちゃ相性良くて、これね、このテーマ、これ雷電竜とか雷獣竜が闇属性なんですよね。で、ルベリオンが光属性なんで、一応そのサンダードラゴンをコストにして、コントン領域でルベリオンをサーチしながらサンダードラゴンを墓地に落とせると。で、そうすると、ルベリオンの効果で、まあ、マグラムートとか、まあ、ドルドブルー持ってくることになると思うんですけど、そのモンスターたちの効果でサンダードラゴンを除外することができるということが起きるんで、例えば雷電竜をね、除外して雷鳥竜持ってきて、超雷竜の動きにつなげていったりとか、あと、なんだ、楽園融合を普通にぶち込んで、ルベリオンを出しに行くっていう普通の楽園ムーブもできるんですよね。で、まあサンダードラゴン自体が融合テーマなので、まあ、楽園融合とも、まあ、そんなに、相性悪くないというか、まあ、相性いいから、まあ、これもまあいいところですね。まあ、とにかくここなんですよ、これ。融合モンスターしかエクストラデッキから特殊ができないっていう消化縛りがついちゃうから、だから、楽園融合は脳して入れることはできないんですよね、全デッキに。だけど、こういう融合テーマを主軸にしているテーマだったら大体入るから、まあ、サンダードラゴンはとても相性がいいと思ってますね。ちなみに一応太陽電池面っていうね、モンスターもいるんですけど、これも1枚で雷族を墓地に送れるんで、だからこれと B セットがあればもうそれだけでサンダードラゴンムーブが開始できるということで、まあ、太陽電池面、まあ、ちょっと今回はね、楽融合をメインに打っていきたいんで、アルベルが入ってるから召喚権かぶるんで、太陽電池面ちょっと抑えめにしてますけど、これ楽融合入れない場合はね、もう太陽電池面をガン積みして太陽電池面プラスなんか B セットで動いていくみたいなことも全然できると思います。5つ目はパンクですね。パンクはもうとにかくカオスルーラーがマジで強い。でカオスルーラーを作りやすいテーマですよね、パンクっていうのは。まあセアミンから動いていくことになると思うんですけど、まあ、例えばセアミンをね出しやすくする緊急テレポートなんかもあるから、まあ、結構カオスルーラーまでのアクセスは割としやすいとは思ってるんですけど、これで、まあ、カオスルーラー垂れていくと。でカオスルーラーで、墓地5枚肥やすんですけど、ここに光闇属性モンスターがね墓地に送りつつ手段に加えられるということで、まあ、例えばルベリオンを手段に加えることもできるし、まあ、ルベリオンが墓地に落ちることもあるでしょう。まあ、こういう動きをしていくとなんかどんどん展開が伸びると。で今回ちょっとデッキレシピにね、このアサルトシンクロン入ってるんですけど、あと忍びネクロね、この辺の2チューナーとはすごい相性が良くて、そのビーステッド
ってレベル6なんですよこれね。だからレベル6プラス2チューナーで8進化とかできるから、まあ、例えば、まあ、セアミンにアクセスができなかったとかセアミンを止められてしまったみたいな時にも、まあ、反応によってはカオスルーラーが出てきたりします。はい。で、パンク自体がそもそもその光闇をデッキ内に内蔵してるんですよね。オーガナンバーとか、あとそれからこのフォクシーチューン、これのモンスターを墓地に送ることによってなんかサーチしたりとか特殊召喚したりとかできるんですけど、だ要は光闇が墓地に溜まりやすい。でこれもねビーステッドと相性がいいところですね。ネクストラデッキはこんな感じになってて、なんかあの強そうなエクシーズモンスターとかシンクロモンスターはバンバン出てくるんで、これね回してみるとね結構楽しいと思います。はい。6つ目はですねグッドスタッフ軸です。まあ、芝刈りですね。芝刈りをぶち込んでいくスタイルにしてるんですけども、これね、なんか、相性がいいカード全部入れました。あの、サンダードラゴンとか、白雪とか、あと、シンクロするためにチューナー、アサトシンクロとか忍びネクロとか、これ全部入れました。はい。これは、芝刈り打っていきたいんですけど、基本的には芝刈りを打っていきたいんですけども、まあ、芝刈りが打てなくても普通にその、パンク展開から動いていって、カオスルーラー、からなんかスタートしていったりとか、あと、そのビーステッドプラス、アサルトシンクロンからカオスルーラーにつなげていったりとかして、さっきとあのパンクと同じような感じで動かしていく感じですね。そこになんかその入れたいカードをいっぱい入れてサンダードラゴンまで入れて超雷竜とかまで立てようみたいな、その、ま、なんだろう、欲張りデッキ。これのいいところは上振れると最強盤面ができるところですね。なんかそのバロネス、ティアラメンツも入ってるんですよ。芝刈りとか入ってるんでね、まあ、ティアラメンツカオスルーラーも入ってるから、まあ、芝刈りとかカオスルーラーからキトカロスルルカロスみたいな動きもできるし、でその動きの中でカオスルーラーでそのサンダードラゴンとか除外できればチョライリュウも出るし、バロネスも出るし、スプライトエルフから蘇生してくるレベル2で、このネメシスフラッグとか入れてるんですけど、ネメシスフラッグからなんかそのプロートス、これねこれとかあの出して闇属性の特殊とか封じたりね、そういう動きが結構いろいろできるんですよね。だからなんか上プレイや最強みたいな、回ったらヤクザみたいな盤面ができるのがこのデッキのいいところですね。はい。楽しいと思います。結構まあその中に入れるモンスターなんかほど何でもいいんで、相性いいモンスターなんか脳死でぶち込んで回してみても多分楽しいと思いますこのデッキ。はい。7個目はですねドラグマ儀式軸の方なんですけど、ちょっとね来るか分かんないんですけど、なんか時期的にはね来てもおかしくないなと思ってんですよねドラグマ。ドラグマの儀式の、軸ってエクストラデッキからその、素材を賄って、儀式したりできるこのドラグマータっていうカードがあるんですけど、このドラグマータでその光とか闇属性のモンスターを、ね、墓地に送って、例えばアークデクレアラーとかね、アークデクレアラーみたいなモンスター、これ、儀式モンスターまた儀式魔法をサーチながら、これ光属性なんですよ。だからそのアークデクレアラーをそもそもすぐパッて除外してビーステッド出したりとかできますし、アルバゾアの効果で、ちょっと来るか分かんないんですよこれ、エクストラ相手のエクストラなんかめっちゃ破壊できるみたいな効果あるんですよこれ。なんか7枚くらい相手のエクストラデッキ破壊できるみたいな感じなんですけど、まあ、その破壊された、例えば相手キトカロスをじゃあ、 墓地送りましたみたいな、キトカロスとか墓地送りましたみたいな時にそのなんかキトカロスをなんか除外してビーステッド出すみたいな動きもできると思うんですよねこれ。この動きすると、はい、まあ、ルベリオンからサーチしていけるかそのまま持っていくか分かんないけど、サロニールとかもうバンバン出していけるみたいな感じなんで、エクストラを破壊して破壊したエクストラモンスターを除外して出すみたいな動きができるから、まあこれ相性がいいんじゃないかなと個人的には思っています。8つ目はですねバスターブレイダーデッキですね。ビーステッドバスターと言われてるデッキなんですけども、バスターブレイダーは融合召喚条件がバスターブレイダープラスドラゴン族モンスターなのでね、普通にビーステッドを素材にして、まあ、このモンスターを出すことができると。で、楽融合を今回デッキの中に、入れてるんですけど、融合モンスター縛り出ても結局このデッキってシンクロモンスター出すのって相手ターンなんですよ。破壊原始の、溶乱っていうカードから破壊万里バスタードラゴン出していくんですけど、これ、相手ターンに出していくのであまり楽融合の縛り関係ないかなと思ってるんですよね。で、あの相手のモンスタードラゴン族にして、超、破壊原始融合とか、これ超融合なんですけど、破壊原始融合を打ったりとか、あと単純にその墓地に落とした、破壊剣の追憶とか、この辺のカードの効果によってバスターブレイダーを出して、相手のモンスターの効果を、まあ、完封していくみたいな動きもできますんで、だからまあ悪くはないかな。で、普通に誘発としても使えると、光闇属性メタとしても、まあ、使えるということで、まあこれもなかなかいいかな、相性はいいかなと思ってます。で、このデッキのいいところは対馬拒否ができるところですね。エクス
人だからお前モンスター出すなっていうことが一応できるんで、まあ成功取れてこれ装備できれば相手死ぬでしょ大体ね。9つ目はですね、かぐやですね。かぐや、はい、これなんか何が相性いいのみたいなとこあると思うんですけど、ねまずね未開域とかと結構相性いいんですよ、あのビーセットって。未開域のどでかいモンスターたちの、召喚するときに手札捨てるじゃないですか。で、光闇もさかなり今回多く入ってますんで、これで、墓地に光闇が溜まりやすい。まあもちろんちょっとビーセットが落ちちゃうこともあるけどね。これで、まあ未開域モンスターをパン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 前に出していきながら、墓地に光闇を、まあ、溜めていくことができる。で、さらに、手札誘発としても加算できるんでね。サロニールとか、まあ、マグナムートとか、この辺はね。なので、手札誘発としても非常に優秀な効果であり、かつ、レベル帯6とか8なんですよ、これ。だから、2中の方がいっぱい採用してるんですけど、アサルトシンクロンとか、まあ、サルンガとか採用していて、この辺のモンスターを特殊召喚していくことによって、まあ、10シンクロとか8シンクロにつなげていける。例えば、まあ、バロネスとかね、さっき、使ったカオスルーラーとか、この辺ね。まあ、結構ね、ビーステッド、カオスルーラーがマジでキーカードになってくると思うんだけど、この辺で2チューナーをポーンって特殊召喚して、まあ、サルンガでもいいし、アサルトシンクロでもいいんだけど、この辺で、まあ、カオスルーラーとかバロネスポン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 出していきながら、まあ、ビーステッドもポン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 展開していけるみたいな感じなんで、結構ね、展開力上がってるとは思う。まあ、相手が光闇テーマじゃないとかになるとちょっとね、誘発としては機能しないから、高校からは使っていけないんだけど、まあ、一応今回もね、この、デッキ、高校取っていく構築にはなってるんで、高校取って、まあ、相手の光闇を、B セットで除外しながら、メタリながら、高校で、まあ、かぐやとか、未開域とかから、チューナー特殊召喚して、なんかシンクロとかエクシーズしたりして、まあ、ぶん殴っていくみたいな感じの構築にしてるんですけど、はい。結構ね、高校デッキって、なんか、やっぱ、この環境、人権ないと思われがちじゃないですか。これね、かぐやデッキでね、なんかその、前回の DC カップ、銀アイコン取られてる方とかもいらっしゃるんですよ。だからね、まあ、なんだかんだ、高校取ってまくっていくのもできなくはないと。まあ、その、なんかめっちゃ強いかって言われるとね、あれですけど、まあ、その、まくってはいけんですよ。だから、別に銀アイコン取るくらいだったら全然できるっていう ポテンシャルがあるっていうことですよね。はい。強いということで、このテーマも、このテーマっていうか、このデッキもかなり注目はしています。10個目。これはね、完全に僕の趣味デッキなんですけど、シャドウディストピアですね。シャドウディストピアと何が相性がいいかっていうとね、ディアボロスと相性がいいんですよ。ビーステッドって。ディアボロスって、どういう召喚条件かっていうとね、これですね、ディアボロスね。手札墓地に存在していて、自分のフィールドの闇属性モンスターがリリースされたら独唱ができるよと、いう効果あるんですけど、ルベリオンの召喚条件が、リリースするんですよね、闇属性のドラゴン属モンスターを。なんで、ディアボロスが、まあ、ポッて出てこれると。で、レベル8が2体並ぶっていう動きもできるし、まあ、今回はちょっとエクシズじゃなくて融合軸、てか融合軸とか融合カードがメインになってきてるんで、あんまり入ってないんですけど、エクシズとか入れても面白いとは思います。で、ディアボロス自身がね、闇属性モンスターリリースして、手札を1枚選んで、その、バウンスできるよみたいな。まあ、相手が選ぶんだけど、これ。いう効果あるから、まあ、これをシャドウディストピアで肩代わりしたりね。はい。いう動きができるし、まあこのデッキやっぱちょっとコンボパーツがかなり多いから誘発結構積みにくいんですよ。めっちゃ積みにくいんですけど、まあ一応なんかビーステッドが誘発になってるからギリセーフかなみたいな、はい、いうふうには思ってます。まあとにかくね、俺はねこれが使いたいだけなんですよ。ディアボロスかっこよくないですか。ディアボロスってめっちゃかっこいいでしょ。これを使いたいということで、今回のデッキになっています。はい。デッキはバーッと紹介しちゃったんですけど、ちょっと調整が甘いところ結構あると思いますんで、まあ、自分で一人回ししてただけなんでね。なんで、まあ、ちょっと参考にする程度にしてもらって、まあ、自分でいろいろとね、調整して使っていただければいいのかなと思います。はい。なんか他にもね、なんか相性がいいテーマめっちゃあると思うんですよ。光闇だったら大体相性いいんでね。B セットって。まあ、今回ちょっと、10個に収めたかったから紹介したけど、なんかそのスプライトとか、今、デッキレシピ見してますけど、こういうテーマとも相性はいいと思います。闇属性入ってるしね。で、なんかその、ルイキューピットとかから、展開することもできるんでね。はい。もう本当に無限の可能性を秘めています。B ステッドは。はい。で、一応、現在環境トップと言われているティアラメンズもメタれるということで、まあ、今回のパックは皆さん引くでしょう。さすがに。と思ってるんですけど、どうでしょうか。ぜひね、皆さんもこんなテーマと相性いいぜみたいな、こんなカードと相性いいぜみたいなのがあったらコメント欄で教えてください。はい、診断来たらバンバン動画にしていくと思いますので、ぜひ高評価とチャンネル登録を押してお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。
じゃな。